オスカル・ハビエル・ゴンサレス・マルコスは、スペイン・サラマンカ出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。レアル・バラドリードの下部組織出身であり、2001年10月7日、UD ・ラスパルマス戦で、トップチームデビューした。2002から03シーズンは、序盤戦から、レギュラーポジションを獲得し、2003から04シーズンは、最終的にセグンダ、西軍ダディビシオン降格となったが、 チームトップの10得点を挙げた。2004年夏、レアルサラゴサに移籍。2004から05シーズンは CA を指すな戦で2得点を挙げるなどし、出場機会こそ減ったものの6得点を挙げた。サラゴサでは、レギュラーか、準レギュラーという立場であった。2007から08シーズン終了後に、サラゴサが、 西軍ダ・ディビシオン降格となると、スペイン人のエルネスト・バルベルデ監督が率いる、ギリシャスーパーリーグのオリンピアコス FC と3年契約を結んだ。調子に波があったものの、2シーズンで68試合に出場して9得点を挙げた。2008から09シーズンには、国内リーグと国内カップの2冠を達成し、同シーズンの UEFA カップ決勝トーナメント1回戦、AS。 サンティティエンヌ戦では、欧州カップ戦で初となる得点を挙げた。2010年9月1日にオリンピアコストの契約を解除すると、その後すぐ、セグンダディビジオンに所属していたフルス・バリアドリードと契約した。ありがとうございます。